立命館大学立命館大学法学部、存心館立命館大学法学部は立命館大学に設置されている法学部である。立命館大学法学部は1900年に中川小十郎により京都法学校を吸収して設立された京都法制学校を前身とし、大学令による立命館大学の設立認可を受けて1925年に設置された。 法のスペシャリストの育成を行っており、学科は法学科一学科のみが設置されており、2回生進学時に法制展開、司法特集、公務行政特集のいずれかを選択する制度となっている。京都法制大学立名館大学広工事学者2016年4月より、先行等を決めない一括入学方式を採用。入学定員は2015年度のものを記載。A B 官報1922年6月7日、文部省国時第448号 AB、立命館百年史通史第1巻、296ページ、立命館大学法学部懐かしの立命館、立命館大学の門前編、立命館、あの日、あの字、立命館史資料センター準備室に2020年7月15日、閲覧。 abcdefgh 年表で見る立命館立命館大学立命館100年出第1巻295ページ立命館学園略年表7ページ立命館学園略年表8ページ立命館学園略年表9ページ立命館学園略年表10ページ立命館学園略年表11ページ立命館100年出第2巻 264から265ページ、AB 法学部の歴史法学部、立命館大学 AB 学生、生徒、児童数立命館大学。ありがとうございます。